幸子さん、勤怠管理ってどうして必要なのか考えたことはある？残業代をきちんと払うためかな。それも大切なことだけど、勤怠管理には他にも重要な目的があるんだ。今回は勤怠管理の必要性と業務内容、効率的な管理方法について紹介していくよ。5分でわかるバックオフィス。勤怠管理の必要性。勤怠管理には大きく3つの目的があるよ。1つ目は適正な賃金の支払い。労働時間や残業時間を把握し、正確に給与計算するために勤怠管理は欠かせないものだよね。2つ目は過剰労働の早期発見や防止。長時間残業している、休日出勤が多いなど、従業員の労働環境の問題点がわかるから、企業側も適切な対策が取れるようになる。しっかり予防策を講じていれば、労働環境をめぐる訴訟なども避けられるね。3つ目は従業員の健康維持。従業員が健康に働ける環境を作ることは企業の義務でもある。長時間労働でメンタルヘルスに不調をきたしたり、過労死を招いたりすることがないよう、勤怠管理は正確に行っていかないといけないよ。勤怠管理は訴訟や健康被害など労働環境をめぐるトラブルを防ぐことにもつながるんだね。勤怠管理は全ての企業で行わなければいけないのかな。勤怠管理は労働基準法第4章が適用される全ての事業場で行わなければいけない。ほぼ全ての事業場が当てはまるんだ。なるほど。全ての労働者が勤怠管理の対象になるの？そうだね。原則、全ての労働者が勤怠管理の対象となるよ。勤怠管理の業務内容。次に勤怠管理の業務内容について見ていこう。主な業務はこの4つだよ。1、労働時間の記録が正しくされているかの監督。2、打刻の修正。打刻漏れなどがあった場合の従業員への連絡、確認。3、残業、休暇の申請、承認。4、残業、長時間労働などがないかのチェック。まずは1、2の内容について、勤怠時間を正しく記録することの重要性を観点に具体的な内容を見ていこう。まず労働時間の記録について確認していこう。労働時間の記録は厚生労働省令で定める方法によって客観的に把握することが義務化されているよ。厚生労働省令で定める方法とは、タイムカードや IC カードによる記録、 PC などの使用時間による客観的な記録法、その他の適切な方法を指す。作成した記録は3年間保存しておかなければいけないよ。労働時間の記録を行う際のポイントは、まず従業員の協力が欠かせないこと。正確に労働時間を記録することの重要性を従業員に理解してもらい、さらにミスや不正申告がないよう正しく記録してもらえるように注意喚起が大切だよ。 PC へのログイン履歴を自動記録する、 IC カードを使用して本人のみが打刻できるようにするなど、不正申告ができないような環境を整えないといけないね。そしてノーワーク、ノーペイの原則を基本に考えること。ノーワーク、ノーペイの原則とは、労働者が何らかの理由で労働を行わなかった場合、使用者は報酬を支払う義務が生じないという考え方だよ。この原則にのっとって、欠勤や遅刻、早退した場合に働いていない分の賃金を差し引くのが欠勤控除、遅刻早退控除。例えば欠勤した時の控除と減給は違うものなの？控除は単純に働いていない分を支払わないだけだけれど、減給は懲戒処分の一種だから区別して考えないといけないよ。次に3、4の業務については違反チェックの観点で見ていこう。勤怠に違反状態がないかどうかを確認するのも勤怠管理の重要な業務だよ。法令に違反すると労働基準監督署から是正勧告を受けたり、従業員から訴訟を起こされたりする恐れがある。それによってブラック企業という評価を受ければ、会社のイメージが損なわれ、経営全体への悪影響が生じることもあるから注意しよう。時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間と定められているから、超過していないかが重要になるよ。また過少申告してサービス残業を行っているようなケースもあるから、勤怠記録と実態に乖離がないかも慎重にチェックしよう。勤怠管理の方法。最後に勤怠管理の方法を確認していこう。どんな方法で管理する場合でも、管理しなければいけない項目は同じだよ。最低限管理した方が良い項目と実務上管理した方が良い項目に整理してみたから、チェックしてみてね。そして
勤怠管理の方法はいろいろとあるけれど、ここでは代表的な4つの方法について確認していくよ。企業によって最適な管理方法は異なるから、メリット、デメリットを理解した上で自社に合う方法を選択しよう。手書きやタイムカードの管理方法は昔からある方法で比較的すぐに始められるのがメリットだね。そうだね。簡単だからすぐに始められることや、高齢の方や外国の労働者も利用しやすいのは良い点だね。一方で、いずれも集計に手間がかかるし、ミスや記録忘れが発生しやすい。不正申告も簡単にできてしまうから、記録の正確性をどうやって判断するかが大きな課題になるよ。Excel などの表計算ソフトを使用する方法も一般的だけど、数式の誤入力は集計に影響があるから注意が必要だね。最近は外部の勤怠管理システムを導入している企業も増えているみたいだね。そうだね。勤怠管理システムは客観的な管理とリアルタイムで従業員の労働状況を把握できるのが一番のメリットだよ。申請、導入のフローが整備され自動集計だから、従業員数が多い大規模な企業でも取り入れやすいよ。ただ、導入時に費用がかかったり、自社に合った設定ができるかなどの確認は必要だね。働き方など自社の勤務体系に合ったシステムを選ぶことが重要そうだね。効率的に勤怠管理したいならマネーフォワードクラウド勤怠がおすすめ。打刻管理はもちろん、法改正にも無料でアップデートされるから安心。確定した勤怠データはワンクリックで給与計算ソフトへ連携できるから手間が省けるよ。しかもマネーフォワードクラウド内の連携はもちろん、他の人事労務ソフトや導入済みの外部サービスも連携可能なんだ。マネーフォワードクラウド勤怠があれば、勤怠管理が楽に正確に行えるようになるね。今日のまとめです。ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録横のベルマークをクリックすると通知が受け取れます。見逃さないようにオンにしておいてくださいね。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。